深夜だ。全ての真実が待って、準備はいいか。結社の技術も使われているみたいだけど、アッパス、振り切れそうかい？なんとかしてみよう。ま、でかい上にごちそうだし、速度じゃ負けないんじゃね？くれたね。右舷前方に回り込まれた。アプス、対衝撃フィールド。了解だ、総員。しゃがんで衝撃に備えるがいい。機首前面に対衝撃フィールドを集中。機雷原を強行突破しつつ、そのまま対峙へ向かうよ。了解だ。嫌がるな。アンカーで捕まえて白兵戦に持ち込んでやるつもりだったが、我らもまだ空中戦の練度は不足しているということだろう。まあ、あとはシグムント様たちに任せておけばいい。お嬢と副団長が羨ましいぜ。あんな凄そうな場所で存分にやり合えるんだからな。確かにでかい木だったが、ここまでじゃねえだろう。空間そのものが歪んでしまっている。見つけて、私を見つけて。you
の大樹。無数の光が木に吸い込まれていますね。なんつうか動力ネットの概念イメージみたいだな。それにしてもシャッターチャンスばかりだな。ここより先は重力の歪みが発生しているためメルカバを進められないようだ。徒歩で行くより道はなかろう。やれやれ面倒だね。まあ外にだったらメルカバで離脱もできそうだ。いざとなったら大樹の外に出ることもできると思うよ。そうだ。いずれにせよ探索班と待機班を決める必要があるだ。悠長に眺めている余裕はない。すぐに動くぞバニンス。はい。あの大樹のどこかにキアがいるはずだ。絶対何としても。
よし、一気に行くぞ。大丈夫？さてさ、俺の番だな。今だわ。任せてくれ。えいっと。行きます。行くぜ。ま、これが実戦の差ってやつだね。畳みかけるぞ。了解。せいはっ。チャンスです。データ収集終了しました。チャンスだ。行くぜ。100年早い。チャンスだ。よし、よし、上出来だ。グッジョブです。始めましょう。大丈夫？チャンスだ。まだまだいける。私の番です。えい。
任せてくれ。やっやっ迎撃完了。みんな先に進もう。よっしゃ、畳みかけるぞ。了解。私の番ね。チャンスです、皆さん。良いデータが取れました。ナイスファイト。かけるぞ。ツイッター任せて。そこチャンスです、皆さん。戦闘終了。やれやれです。違いない。よっしゃ。
俺の番だな。はい。行くぜ。俺の番だな。せいっ、さっさと、さあ、良いデータが取れました。悪くない。先に行かせてもらうよ。
Thank you.
任せろ。はっ。さてと。やっ。任せてくれ。はい。俺の番だな。私の番ね。セーブ。俺の番だ。任せてくれ。よし、上出来だ。ヒュー、やるね。よっしゃ。セイフ、ハッ。よし、一気に行くぞ。よし、ハッ。今だわ、みんな。ふぅ、なんとかなったわね。可能、始めましょう。大丈夫。いい感じだぜ。悪くない。可能、始めましょう。大丈夫。それ今だわ、みんな。上出来さくら、さすがですね。
レイパス。先制可能、始めましょう。了解。それ今だわ、みんな。上出来さくら、さすがですね。畳みかけるぞ、チャンスだ。よし任せて。守りたい、このクロスベル。えいっ。先制可能、始めましょう。大丈夫だ。よっしゃ。はい、さあ。よし、えいっ。よし、もう大丈夫だ。可能、始めましょう。大丈夫だ。今だわ、みんな。こんなところかしら。畳みかけるぞ。了解。今だわ、みんな。さてと、さあ任せろ。戦闘終了、全員無事だな。
俺の番だな。よし、よし、はっ、これが俺たちの力だ。俺の番だな。いいだろう。さあ、行くぞ。こんなところかしら。みんな、タッチよ。アルカー、チャンスだ。よし、畳みかけるぞ。アイサー、オッケー。その程度じゃ、俺たちは止められない。ここは俺たちのターンだ。それ。私の番ね。任せろ。はっ、はい、リミットを解除します。アイサー、それ、やっ、俺の番だな。任せろ。私の番です。任せろ。はっ、行くぞ。えい、
迎撃完了。みんな先に進もう。やったわ。来やがれ。
任せろ。さてと
バリアみてえなのに覆われちまっているが、おそらく何らかの結中央のはともかく左右のものは何なのかしら。それらは領域に通じています。ベル、ベルなの。エリン、もちろんです。ようこそ青の大樹。あなた方に来てもらってキヨさんも喜んでいい。むしろ悲しんでいるのかしら。ベル、あなた、あなたたちの意図はともかく、何が何でも俺たちを阻むつもりではなさそう。ええ、この神域はキーヤさんの内面そのもの。あなた方に来てほしいし、来てほしくないという心が現れる。そのままそれが徘徊する守護者という形で現れているというわけですね。そんなし、これがキーヤちゃんの心の中の空間。ですが最後の歌、より楽しんでいただけるよう別会場を用意させてもらいます。それはそれらの思い。別会場。おいおい、もったいぶるのはやめてくれないか。簡単なことですわ。この神域がキーヤさんの内面を反映しているよ。それらの思いは他の方々の内面を反映した。他の方々、もしかして。絵にしのある者がいれば別会場に入ることも叶いましょう。では案内はこれにて本会場にてお待ちしていますわ。あなた方が無事生きてたどり着けてるですけど。ベル、さすがに戯れが過ぎるな。だが中央の門はともかく左右の門に入ることはできそうだ。問題は誰がその先にいるかですか。まあとりあえず試してみようぜ。どうやら関係のある奴がいねえと中には入れないみてえだし。必要そうだったら一度メルカバに戻った方がいいかもしれ。ダメか。どうやら攻撃しても壊せる。せめて誰が中にいるかだけでも分かった。まだかな、まだ来ないのかな。もう楽しみすぎて待ちきれないくらいだよ。いやいや、あいつかも。しかもどうやら待ってるのは俺の。ああ、メルカバに戻って彼女も連れてくる必要があるけど、本当に連れてきてもいいのか。まだかな、もう楽しみ。
やれやれ。あ、しかもどうやら待ってるのは俺の方じゃなさ。なあリーシャ、できれば彼女のことは俺たちに任せて。いいえ、私と彼女はある意味似たような境遇の存在です。私自身がこの先の道を見出すためにも、私は彼女ともう一度。障壁が消え、これで領域って場所に行けるってわ。相手が相手です。一方的に圧倒されないよう万全の体制で臨みましょう。ああ、確かに。ねえ、人の内面にはさまざまな色がある。これもまた彼女の持っている側面の人。なるほど、何があるかわからない。確かに気まぐれなあいつらしい場所かもな。ブラッディ・シャーリー、最強の料理。
いなら先に行かせてもらうよ。えいっ。先制可能、始めましょう。大丈夫か。任せて。チャンスです、皆さん。迎撃完了、先に行きましょう。Yeah!
任せて、バースト発動。了解。任せてくれ。それ。さてと。俺の番だな。ほら。よっしゃ。いい感じだぜ。グッジョブです。よし、これやったぞ。ですか。
リア。俺の番だな。ゼエニック。はい、そこです。任せて。俺の番だな。やっと。まだまだいける。
敵集団との戦闘を開始。えいはっ、よし、せいや、私の番ね。じゃはい、
く待ってたじゃねえか。いつものお前だったら我慢できずに襲ってくるだろう。ブーブー、ひどいなランディ兄は。まあ確かにランディ兄たちだけならサクッと出撃して殲滅してるけどさ。おい無理。さてと、リーシャ気合は十分みたいだね。最高に気持ちいい殺し合いを始めるとしようか。そのためにシャーリーはここで待ってたんだからさ。お断りします。ちょっと待ってよ。ここまで来てそんなのってありなの？確かにあなたと私はどこか似ているのかもしれない。私は院として、物心ついた時にはそう育てられていました。考えはありませんでした。その意味ではあなたよりも人らしくはなかったでしょう。リーシャ、リーシャさん、ふーん、かわいそうだね。でもよかったじゃない、アルカンシェルっていう他の楽しみが見つけられて。シャーリーもリーシャがいいんであるかどうかなんて別にどうでもいい。無理です。お前マジでイカれてるぞ。自分が何をやったのか。アルカンシェルを襲ったこと？だってああでもしないとリーシャは本気でシャーリーと殺し合ってくれないでしょ。悪いとは思うけど仕方ないよね。話が通じんな。大丈夫、彼女のことは分かります。もし私が陰の道に喜びを見出していたら、きっと彼女と同じものになっていた。ああ、シャーリーさん、はっきりと言います。私は死にたくはありません。え？クロスベルに来るまで私はいつ死んでも構わないと思っていました。いえ、自分が死ぬということを意識すらしたことがありませんでした。でも今は生きていたい。生きて新たにつかめた光を大切な人たちと一緒に追いだから、あなたとの殺し合いには応じることができません。リーシャさん、よく言ったぜリーシャちゃん。だったらなんでわざわざこんな場所に来たのさ。リーシャもシャーリーと戦いたかったんじゃないの？再起不能になったイリアの仇を取りたかったんじゃないの？イリアさん、何があっても復活します。その意味で
私があなたに復讐する理由はありません。復讐されたいのであれば、イリアさんが復活した時にでも彼女に会いに来てください。多分きついビンタを一発もらえるでしょうから。確かにイリアさんならその程度で済ましそうですね。私がわざわざロイドさんたちについてきた理由、それはあなたと私自身に証明する今の私があなたよりも強いと。暗闇の果て、新たな光を見出した私に、血塗られた荘園の道しか知らないあなたは及ばない。それを証明してみせます。本当、いいじゃん。単なる殺し合いなんかよりずっとずっとワクワク。本当にクロスベルに来てよかった。いいよ、それじゃあ早速始めよう。ランディ兄たちもついでに相手をしてあげる。シャーリーたちの戦いにちゃんとついてきなよね。抜かせ、迎撃開始、全力でリーシャ。それじゃあとことん楽しもうか。ここは引けません。俺の番だ。私の番ね。せいぜい魔の刻印。さてと、今です。いたみだ。はい、エイドロイドハウ召喚します。リンク完了、制圧を開始します。スライサー射出、ビットミサイル発射。エーテルバスター、ファイヤー、ファイヤー、ファイヤー。行くぞ。
けるか。それ。ありがとう。まだまだだ。ほら。負けるか。分かってる。お兄さんたちもまあせいぜい頑張りな。あの牽制もすごいし、お嬢さんもヤバそうだし、でもまああの子なんか辛そうだったから笑顔を取り戻すために頑張るのもありかもね。ああ、もちろんそのつもりだ。ダメだ、落ちる。いいしょ、また今度遊ぼう。はあ、本当にお騒がせな子だったわ。すまねえな。
でもキーアのことを。リシャ、体の方は大丈夫か？はい、皆さんがいてくれたおかげです。それと私の中にいるイリアさんが力をくれました。だから勝てたんだと思います。なるほどな。確かにそれではシャーリーさんに勝ち目はなく、ええ、負けるわけがありません。これでこの領域を解放できたと思います。一旦門まで戻りましょうか。あいつは、ま、目を覚ますまで放っておくしかねえか。今のタイミングなら何人か頭を吹き飛ばせたのに。本当もう調子狂っちゃうよ。ダメだ、今度こそ落ちる。やっぱりスカウト受けた方がいいのかな。中央の門の結界が薄くなっている。シャーリーさんの領域を解放できたからでしょう。多分この神域はそれぞれの人の領域と、ということはもう一方の領域を解放できる。多分完全にあの結界が最強なんだ。ああそうだ、あの野郎よりもな。まったく、どうして僕みたいな半端者にこだわるんだか。ワジ、どいてくれロイド。どうやら彼は僕との決着をお望みらしい。わかった。これで。ああ、だが今度ばかりは万全の体制で臨むとしよう。うん、
こいつはまたヤッコさんらしい場所だな。あれは何らかの…やれやれ、ちょっとばかり彼を侮りす。まさかタダ人の身でここまで化けるとはね。わじ、行こう。この先にバルドが待っ、今度こそ全身全霊をかけて叩きのめしてやらないとね。
きます。そこです。行くぜ。はっ、任せてくれ。せいこう。私のそこ。はい、そこです。俺の番だな。はっ、任せてくれ。せいこう。任せて。私のそこ。行くぞ。やっと。これが俺たちの力だ。OK、さあ行くぞ。そこ。さてと。アディオス。いい夢を。
よっしゃ、畳みかけるぞ。了解。任せて。さっさと。ここだ。よっしゃ。よっしゃ、いい感じだぜ。お疲れ様。一気に行くぞ。それ。ええ、チャンスです、皆さん。ステータス。よっしゃ、畳みかけるぞ。了解。それ。今だな、みんな。さてと、えい。これもみんなの装備ですね。
転生可能。始めましょう。えいはっ。今ならみんなで行く。みんな怪我はない？えいにゃ。えいはっ。今ならみんな行く。よかった。やっはっ。えいはっ。よっしゃ、畳みかけるぞ。えいはっ。私のそこ。私の番です。さあここだ。よっしゃ。おととい来やがれ。うん、さあかかってこい。せいにゃ。はい、リミットを解除します。わかったわ。やるね。今だわ。みんな。さてと、えい。行くぜ。ふっ。よっしゃ。ふっ。行くぞ。やっ。やっ。行くぞ。えい。はっ。さてと。ハッ !100 年早い。うん、とっとと終わらせるぞ。私の番でバースト発動。了解。ほう、これで一安心です。大丈夫だ。チャンスです。皆さん任せろ。私の番。ごめんなさい、先に行くわね。
てくる。チャンスです。皆さん、これ。よっしゃ。で、私の番ね。任せてくれ。えい、いや。よし、上出来だ。やるじゃない。
俺の番だな。やっと。いいだろう。私の番だな。よし。えいっ。先制可能。始めましょう。大丈夫。チャンスだ。よし、たたみ。私の番ね。行くぜ。任せて。行くぞ。へい。さてと、そこです。任せて。
守りたい、このクロスベルを。えいっ！待ちくたびれちまったぜ。バルド。どうやらその姿がてめえの仕事着ってわけだ。聖杯騎士だ。教会の極秘部隊だったのか。まあね、個人的にはテスタメンツの時のスタイルの方が好きだけど。ああ、ホストの時に着ているスーツなんかも悪くないかな。相変わらず悪趣味な野郎だぜ。ちゃらけたバイトのやりすぎで頭が麻痺してんじゃねえのか。君に言われたくないね。力を手に入れてもその悪趣味な木刀は手放していないみたいだし。当たり前だ、こいつは象徴だからな。てめえみてえな小器用な奴には込められない魂が宿ってるんだ。その割には旧市街のアパートをキックでぶっ壊したそうじゃない。列車を脱線させたのだってただの力任せだったみたいだし。よく知ってやがるな。知りたくもないのに勝手に耳に飛び込んできてね。不良同士気が合うことだ。まあ腐れ縁だろうからな。バルト、改めて確認させ、君にその力を、いや、グノーシスを与えたの。ああ、あの青い薬か。そういや、そんな名前を言ってやがった気もするな。赤色の方じゃないのか。確か、魔人化するのは赤色の方だったはず。それなのに、どう。あの女曰く、俺は合ってるそうだぜ。やばい方を使わなくても最大限の力を引き出せる素質があるらしい。まあそのあたりの理屈なんざどうだっていい。よくねえっての。まさかベルはあなた以外にもその薬を渡しているの。さて、そんな様子はなかったかな。得体の知れねえ雨だが、個人的には嫌いじゃねえぜ。自分自身の欲望にどこまでも忠実ってところはな。そして君は彼女の還元にそそのかされて際限のない力を求めるようになったわけだ。違うな、俺が力に焦がれるのはガキの頃か。飲んだくれの親父が死んでから旧市街に一人放り出されて、喧嘩に明け暮れながらワイパーとイグニスっていう聖域を手に入れて、てめえという喧嘩相手が現れて熱くなっていた時ですら奥底でくすぶり続けていた。それが俺の力への渇望ってわけだ。
家来の渇望、俺と同類である証を。いいだろう、だが僕のそれは何。これは金の文様、スティグマ。この印が現れたせいで全てを手に入れ、全てをなくした。家族、故郷、未来、何もかも。力に絶望しつつ慣れ合いながら偽りの生を生きていく。それが僕、ワジ・ヘミスフィア。てめえ。ドミニオン第9位、青の聖帝ワジ・ヘミスフィア。この金色の輝きをもって君の力を折らせてもらう。覚悟はいいかい？上等だよ。てめえという煮えを食らうことで俺の力は完成する。さあ決着をつけるとしようぜ。ありがとう。なんとかした。
うっしゃ。はっ。私の番です。スフィアとしての最高の一撃をお見舞いする君と初めて会った時みたいにね。上等だ。帰れ。グーテナハト。おお。やったか。元の姿に。よかった。とどめまであの人同じとはざまあねえな。まあ魔人化した状態じゃあそこが限界ってことだな。君の力を扱うセンスは本物だと思うし、ちゃんと修行を積んだらさらに強くなれると思うけどね。言われなくてあがいてやるぜ、ワジ。いつかてめえを這いつくばらせるためによ。だが今回。てめえらがどうなろうと知ったこっちゃねえが、あのガキが景気悪い面してんのは気に食わねえ。せいぜい決まるんだな、バルド。言われるまでもねえっての。ありがとう。
お疲れ。お疲れ様でした。さすがに疲れたかな。おい、マジか。大丈夫か。スティグマの力を使うとどうしても反動があってね。さすがにちょっと飛ばしすぎたかな。無茶をする。大丈夫なのか。まあなんとかね。よっと。多分これでこの領域を解放したことになるはずだ。バルドは後で回収するとして一旦門のところに戻ろう。分かった。戻ってみよう。ほらよ、肩を貸す。領域を解放したからみてえだな。これでやっと先に進めるようになったね。その前にちょっと船に戻って休みたい気分だけど。そうだな、みんなへの報告もあるし、一度